準備はできた。うんこも終わった。準備完了だ。じゃあ行くぞお前。太陽の元へ出てはならない。冷たい。こいつひどいこと言うなミオレーネ。貴様は太陽の元には出てはいけない人間だって。ひどいな。無限じゃないぞお前。やばい。死んだ。やばい死んだ。ちょ待って待って待って。もうわけわかんねえ爆弾が。え、なになに、お、どうしたお前、お急に、お、そんな飛べた。強え、めちゃめちゃ強え。4800ダメージ。僕、お前それずっとやっとけよ。サボってたな。逃げろ逃げろ逃げろ。あー、ちょっと待って、動きが違ったんだけど。始まったよ俺らの。俺もう MR5 やん。俺はもう MR5 だ。そしてこいつはどうせデューだろ、弱いのっていう鷹をくくっていいか、どう思う。いや、お前は MR5 だが。お腹痛い。うるせえ。ちゃんと決めてからいい。大丈夫、持ってるからゲームいいよ、トイレに集中しろよお前。きめえな、相変わらず。きめえわ。勇気の証明するぞ、勇気を。お、なんか結局な、防具変えてねえもんな、俺。ずっとこれですわ。上位防具。いにしえの協力。早く来いよ、お前。どんだけうんこしてんだよ。うんこマン、うんこマン。少し待ってくれないかい。うるせえな。少し待ってくれないかい。うるせえな。待って、やってんだろ、黙れよ。なんでお前そんな顔光ってんの。どんだけうんこ投げんだよお前。うんこの神様。うんこにはそれは綺麗な良い修行生活を。良い修行生活を。じゃあね。何コネクトの正体って。何コネクトってなあ。正体何かすら分かんねえし、正体の受け方も分かんねえ。誰か入ってきたよ。音も入ってきたよお前。あ、こいつハンターランク17だぞお前。MR に到達してくれお前は。まだ早え、申し訳ねえけど。ダメだよ音も。あいつこっちの里に来れてねえよ、申し訳ねえけど。あいつはハンターランク17だ。序盤や、申し訳ねえけど。このロビーでは戦いね。バルファルクやりたいんですが可能ですか。おい、バルファルクやりたいらしいぞ。どうすりゃいいの、どうやったらやってあげられんの。ごめん、 MR なんだって返してあげて。申し訳ねえ、俺らはもう金クエなんだ。あー、もうやばい、チャットが遅い。なんて打ちづらいんだ。あー、ハテナってどこにあんの。 MRじゃねえ、お前が返すなよ。ややこしくなんだろお前、ふざけんなよ。何がはいだよ。誰に対してなのかもわかんねえしさ。お前のその一言がこの世界をおかしくするんだよ。お前のせいでもうこのチャットわけわかんねえよ。しかも MR のバルファルクって言われたら俺らそもそもできんの。てか絶対違うだろあいつ。ハンターランク、てか MR 出てないもん。音も大丈夫かな。もしかして一人で行っちゃった。蘇ります。蘇ります。はい、トイレ。うん、しろよ。大丈夫。上にするときにないから。おい、ドイツ、お前がはいとか言うから、もうなんか会話がわけわかんなくなっちゃった、あいつも。え、なんでこいつがはいって言ったのって。戸惑ってるよ。かわいそうだよ。MR の会話についてきてない。あ、そういうこと ?MR が何ぞやって話、うん。ごめんって送るわ。お前もごめんって送っといて。謝れよ、ちゃんとお前。彼はまだこれ MR に到達してないってこと？お前が、お前が返すね。うるせえな。もうめんどくさいな、もう。もうじゃあ行く？どうすんの？お供。お供ごめん。ちょっととりあえず一狩り行ってくるわ。申し訳ない。ごめん。許して。もうなんか、ダメなんだ。行くぞ、お前。お前準備できたの？なんでお前
この完了間際。お前もううんこは終わったの？うんこは終わってんの？おい、どっちなんだよ。喋れよ、早く。話せよ、お前。ごめん、マイク切れてたわ。マイク直った？ちょっと喋って、お前。いっぱい。ああ、準備はできた。うんこも終わった。準備完了だ。じゃあ行くぞ、お前。映像があるんだよ、映像が。ガランデルムの。あ、ガランデルムじゃねえや。ガイアデルムだって。ガイアデルム。貴殿は大穴に潜入し、名演、名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 、これを討伐してもらい、終わっちゃった。研究、お、お、新ステージ。渋くね。渋いぞ、これ。心が重なるは、ただ数奇なることに過ぎず。え、何？もしかして、やっぱ、シェンガオレン的な感じの戦い？ラオシャンロン。ラオシャンロン的な感じ？ラオシャンロン。ラオシャンロン出てくるじゃん。そうじゃない。ナルハタ系じゃない、ナルハタ系。ナルハタ系やな。これ面白いぞ。これは、ワクワクしちゃうな。ステージ紹介の後にこの、お、来た。なんだっけ、これ。チュロス。チュロス。あ、チュロス。お、めっちゃ取り憑かれてる。気持ち悪い。真っ赤っかやん。この前のやつじゃん、これ。ね。そうだよ。帝徳の一撃で。打ち込んだやつ。そう。うん。なんか凶悪化してるよ、あの一撃によって。ちっちゃくなった。あの弓矢で。もうちょっと。でかくなかったもん、ちょっと。で、あの弓矢によってさらに強化されちゃったんだよ、こいつ。なんか最近のキャラデザは個性がねえな。あの口よくあるよな。何パラサイト的な。あ、てか待って、これ戻り玉必要だろ。あ、そういうこと？あったわ。また使う時が来るぞ。じゃあ俺が生命の粉帳持っていくわ。てかフィオレーネ、なんかめっちゃ環境生物いるわ。うん、てか俺さ、まだ上位防具なんだけど大丈夫かな。クソ怖えんだけど。もうお前マジで作ってこいや。なんかいるんだけど、あそこに人が。悪魔はおとぎ話の中だけでいい。闇の中でそのまま眠れ。闇の、めちゃめちゃかっこいいこと言ってる。闇の中でその、お、でかっ。いろんな人入ってきて、やっぱこれいろんな人入ってきた。これなんかこんなやついたな。今マジで犬じゃない方がいいだろう。あ、何移動、あ、そういうこと。こっから降りんの？何これ、飛び降りればいいの？ああ、 A ボタンで押せるよ。 A ボタン、 A ボタンでいける。本当だ。やべ、なんかうまくいかねえ。俺使いたいな、この。やばいやばいやばい。あ、使えないわ。やばいやばい、どうやってやんだっけ。でかいな。人が挑んでいいやつじゃないだろう。継続頑張ってくれよ、マジで。でかいな。でかいよこいつ、マジで。なんちゅうでかさだ。俺らが戦うレベルじゃねえぞ。ちげえぞ。やばいやばいやばい。やばい。おお。モンスターに要注意だな。やばい。ちょっと待って、なんだなんだ。戻り玉が出る前。でかいのが来るぜ。ちょっと一回戻らせろ。ちょっと音がうるせえ。やばい。何かするって、ちょっと戻り玉じゃないこれ、戻り玉。ほら。え、なんかめっちゃ吸われる。え、動けない動けない。やばいよ。うわ、やばい。今のはやばい。ちょっと待って、まだその戦いに行けてない。引き寄せられてる。岩に隠れるんや。助かっとるやん、お前。よかったな。やべえ、俺戻り玉持ってきたの。吸引力がすごかったわ。ただ一つの。ただ一つのやつ。ダイソンや。でもこれあれだな。動き遅いから全然大したことないわ。いや、わかんないよ。吸引だけ気をつけてれば。やばい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 。え、待って待って待って、やばい。やべえんじゃねえ。やばい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 。
なんだこいつ。まずいな。解放可能だって。解放するしかねえだろ。連想式。なんだこれ、やっぱ顔じゃないとダメなのか。こうやって使うん。あー、もうこれが当てられねえんだよな、俺。あ、なになに、なんかや、何かやりました。地上からの援護に感謝。何か流走みたいな。全然意味があったね。何かあったね。うん、上からなんか降ってきた槍が。ダメだ。槍が弱いんじゃない？槍が。もう俺がね、俺と仲間一人。ケインミネミネさん。なんだ。おお。こいつは爆破属性なのか。俗に言う。ああ、バルバルクか。あ、違うわ。バルバルクやってんのかな。やってんだろ、一人で。どんだけバルバルクやりてんだよ。あんな名指しで来ることないぞ。気になってきちゃったよ。やれてるかなって。てか、うるせえな、こいつマジで。生きるぞ。うお、ダイナミックジャンプ。まだ、まただ、これ何、岩何が正解なの。あ、座れてる座れてる。やばいやばいやばい、やばい、座れてる。お、なんかすげえ食らった。何、何が起こったの今。まずい、全員打ちのめすぜ。何かをする気だとか言ってるけど、なんかもう死んでるけど大丈夫。変死ねや。こいつ尻尾切れんのかな。そんな、そんな余裕ない。あ、やばいやばいやばい、座れる座れる。やばい、ダイソン、ダイソン技、ダイソン。ただ一つの、なんかなんか足多いなこいつ。やばいやばいやばい、突進されてる俺が。やばいやばいやばい、逃げろ、逃げ出させてくれ。助かったよ。あ、ナイス。誰助けてくれたの。あれな。フィオレーネが雄たけびを吐いとったじゃねえよ。誰で取ってんの。あ、もうよくわからん。もうここまで来ちゃうとでかすぎて、ほんと進撃の巨人の気分だわ。回復させたよ。でもこれとかお前のなんかあのその戦いやすいやつなんじゃないの、双剣の。いや、体がね硬いんですよ。奈落じゃん、奈落。え、奈落、落とし物奈落の奈落だってこいつ。奈落あれだよ、犬夜叉姫の鉄砕が、鉄砕が風の傷、殺生、殺生丸。そうだよ、殺生だよ。あのさ、殺生丸にさいるヒゲの親父なんだっけ名前。一緒にお供してるやつ。ウコンじゃねえ。なんだと。やばい、吸い込まれてる俺が。あ、ダメだ。え、なになに、何が起こったの。びっくりした、映像が切り替わった。第二形態セル的な。お、キュリアが。なんだ、何が来たの。あ、撃たれた。直撃した。え、あ、終わったの。終わったんですか。終わった、死んだやん。終わったな。早く剥ぎと。お、生きてる。全然効いてないやん。強すぎるだろこいつ。え、なになに、またじゃん、これ。また封印パターンじゃん。奈落に落ちた。何回やんだよ。追撃に向かってくれ。どういうことだよ。行くぞ。もっと下に行くの。もういいよ。下行ったら何、ちょっと強く。あ、みんな研いでる。みんな牙を研いでる。全然上位の。どうやって降りんのこれ。あ、移動すんのか。スパイダーマンみたいな動きだったよ。お前スパイダーマンやん。お、なんだ。スパイダーマン、スパイダーマン。なんだあいつ。太陽の元へ出てはならない。冷たい。こいつひどいこと言うな、ミオレーネ。貴様は太陽の元には出てはいけない人間だって。ひどいな。
ひどいよ。別にいいだろ、そこまで言わなくても。あいつは冷酷だ。感謝しんだね。ひどすぎるだろフィオレーネ、さすがにいくらなんでも。お前自分が陽キャだからってさ。やばいやばい、しるしる、ちょっと訳わかんない、訳わかんない、しるしる、待って、意味わかんない、しるしる、回復したぜ、死ぬ、死ぬ死ぬ、なんだ今、もうフィオレーネがなんかひどいこと言うから。おお、なんだ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 、もうよくわかんないよ。なんだこいつ、魔法系の能力者。耐えられるかな。うわ、なんだこれ、いたっす。いたっす。あれ、よっしゃ行くぜ。痛い。あんまこれでダメだな、ダメージが入んねえな、弱えわリヴァイ。やばい、正面で怒り浸透といったところか。お前の一言だよ。お前が太陽の元に出るなとかさ、引きこもりを助長させたから彼は怒ってんだよ。おい、ひどいよフィオレーネ。こいつだって生きてんだよ。これはもう戦わないわ。人間が悪いという結論に至るわ、フィオレーネのせいで。モンスターに注意だ。だってそう、無理するなよ。ありがたい。引きこもりに対する発言じゃないぞお前。やばい、死んだ、やばい死んだ。ちょ待って、わけわかんねえ、もうわけわかんねえ。爆弾が、爆弾が爆弾を呼んだよ。もうよくわかんないよこいつ。こいつは何が弱いの、竜じゃないだろ多分。なんだよ今の、もうわけがわからない俺には。もうついていけない、ここまで来てしまうと我々にはもうわからない、この世界ついていけません。あれ、俺の強かった武器はない。あれ、あ、死んだ。おい帰ってくんなよ。ダメだなこれ、完全にやべえじゃん、三死パターンよこれ。もう弱いし、キュリアを捕食する。え、ちょっと待って、見たいんだけど。おい勝手に話を進めないでくれよ。行くぞ。キュリアを捕食してるらしいぞ。なんだこれ、どういうことが、どうなっているんだ一体。みんなバリスタ打ってるから、俺もちょっと一緒にバリスタ打つわ。ちょっともう何がどうなってるのかよくわかんないから、とりあえず飛んでくるって。何、何が起こってんの。弾を撃つんじゃない、飛んでくるね。我らの王国に悪魔が喰らう闇などシューティングゲームだ。こいつすげえ決め台詞いっぱい言うけど、もう戦ってくれや。やばい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 。お、綺麗、なんだ、もうこれ何、モンスターが狙ってるぞ。何何何何何、死ぬんだけど普通に。ちょうど、え、もうよくわかんない、もう何、どういうこと、何何、もう逃げなきゃダメなの、あれ来たら。もうちょっとよくわかんない、もうなんか何にもわからない。何だったの、何が起こったのねえ、もう何にもわかんないよ。フィオレーネがずっとなんか言ってたのだけだよ。一番心に響いたのはあれだよ、お前は太陽の元に出てくるな、それだけだよ。バルクしかないんじゃない、もうバルファルク行こうよ。バルファルク、あ、いなくなってる、さすがに。あいつあいつら手伝ってくんねえよって、怒ってるよ。なんだよもう、わけがわかんない、何が起こったんだよ今。もうあれどうしろって言うんだよ、遅いよ、しかも逃げろっていうのが、わけわ、何が起こったのかさわかんねえよ。あれこそ戻り玉だろ。あ、そういうこと、あれがいわゆる今回の戻り玉ポイントってこと。正直誰も周りいなかったしな、あの時。何、みんな逃げてたの。そんなん初見殺しだろ、知らねえもんこっち、そんな話。なんであれ一撃、あれ一撃だったしな、しかも。はい、戻り直しました。行くよ。え、僕、え、5じゃねえよ。なんかもうちょっとさ、なんかあの、ナルタハタタ姫のあのなんか技の方がなんか好きだったわ。やべえやべえやべえって感じになれるじゃん。あの、なんか、なんだ、まあ、中心に寄ってくやつ。中心からどんどんぐるぐる回ってきてさ、一度攻撃受けたら連チャンで食らっちゃうみたいな。うん。
ああいうさ感じにしてほしいわ。行くぜ。行きますか。いざ行かん。なんかもうよくわからなかった。何が起こったのかわからない。もうね。俺が起源の漆黒の太陽を砕き、王国に光を。なんだこいつ、名言中じゃんマジで。中二病やん。完全に中二病でしょ。ヒーローが来た。でフィオレーデってガチで中二病なんだなこいつ。あ、正義感が強いんだろ。いや、うるせえ。闇の中でそのまま眠れ。毎回言うじゃんこいつ。闇の中で毎回眠れって。うるせえよ。悪く思うなよ。何を食らったんだ今。それあれだわ、偉人役一応飲んだこう、効果役。取っておきだ。赤い赤らが晴れてる。あれはなんだ。かけらを剥がすん。かけら剥がしゲー。赤いかけらの時点でもうなんとなく差し付くだろ。キュリアだろ。違うだろこれ。違うの、なんだろ。じゃあキュリアじゃないのこれ。助かったぜ。逆に何があるんだキュリア以外に。し確かに。全開だぜじゃねえよ。戦ってくれよ早く。よっしゃ行くぞ。痛いぜ。うるせえ。全然ワイルドじゃねえじゃん。全然ワイルドじゃなかったぞ今。痛いぜ。痛みに敏感やん。やばいやばい、スギさんじゃねえよ。スギちゃんだよ。なんでスギさん。隣の杉さん、ワイルドじゃない。ワイルドじゃない。ワイルドじゃない方の杉さん。痛いぜ。痛いぜ。辛いぜ。辛いぜ。弱。一般人やん。かけらもワイルドさがないの。口調だけ。怖いぜ。なんかめっちゃヒーロー切ってくんじゃん俺のこと。ヒーローだもん。ヒーローはもう味方決めじゃないからね。うん、何でもありだからな。何でもありだよ。こいつは暗いな。自己顕示欲の塊みたいなやつ。打ちのめすぜ。何かをする気らしいよこいつ。やばいやばいやばい、これ座れるよ吸引。あ、ダイソン。ただ一つのなんだっけ。あべ、犬キュリアに頼って身を潜めていた臆病者。ちょっと待って待って、なんだそれ。爆発しましたけど。アンさん怖いっすわ。行っちゃうぜ。強烈な一撃だな。俺の一撃も褒めてくれ。俺はよく分かってないんだ戦い方が。やべやべ、戦い方がわからない。わか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 らん。へへじゃねえ。なんなんだよそれ。誰なんだよ。行くぞ。なんか解放された。はい、俺の役目絶対ヒーロー早い。お前絶対ねないとバカ持ってきやがってこの野郎。え、なになに、ちょっと待って、何が起こったの。音声が途切れました。みんなが私たちの帰りを待っているぞ。うるせえな。戦えよ、喋ってねえでいいから。名言中だよこいつただの。あ、ガレアスいんじゃん。どこにいたんだよこいつ。ガレアスいるぞ。どこかに。さっきも出てたよ。そう、ガレアスさ、くれんだよ。戦ってくれよ素手で。ちょっと不元の方がいいな。不元だってあれだよ、現場に出てくるタイプの長だったもんね。そうすげえ出てくれたもん。一撃与えてくれんじゃん。不元の一撃。不元についていきたいな俺は。なんか提督は偉そう。ずっと手組んでるし。確かにな、あいつなんかあれだよな、2タイプの管理職だよな。俺も不元派だわ、ね、自らもうプレイヤーになれるタイプと、もうプレイヤーを捨てた男だよ。そう、ただ金儲けできるのは提督のタイプだな。あーまあね、確かにビジネスにおいてはね、提督の方がね。出しゃばっちゃいけんよそんな。まあね、まああまりにも出しゃばって来られすぎてもうぜえからな。そう、またあのクソじいきてるわっつって。何を食らってんだよ。やばい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 。
体何を食らってんのかわかんない。もう攻撃の判定がよくわからない、理解ができない。よっしゃ行くぜ。やっ、何を食らったんだよ今俺は。標的にされてるぞ。やばい、もうおヒーローがめっちゃ切ってる。攻撃に備えろ。まずい。何をすんの。何かしてくるらしいぞ。お、ジャンピングドカン。なんだあの技。ジャンピングドカンしてきた。ジャンピングドカン。やばい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 。ダイソンが、あ、やばい、ダイソンが、終わった、終わった。あ、終わってないです。あぶね。何この吸引大丈夫的なやつで、また串刺しだろ。もう見たよ。スキップだよ、スキップ。女くそ、やったぞ。バハーにめちゃめちゃ喜んでるやん。いつもクールだけど、こいつ今回は喜ぶね。毎回これやってくれ、毎回これをやってくれ、ずっと。もう永遠にこれをさ、10本くらい打っときゃ死ぬよこいつ。あんなバリスタとかちまちまちっこい玉じゃなくて、もうあれ10発ぐらい用意しといてほしい。あいつは生きている、あいつは生きている。進撃に向かってくれ。行くぞ。頼むぜ。ハイヤー。ハイヤーじゃねえよ。これで元通りだ。あ、やべ、研ぐの忘れた。やばいよやばいよお前それ。俺が一番乗りになっちまった、まずいな。致命的なミスよ。お前が一番乗りになるなんて本当言っちゃよくないから。おぞましい姿になったの。もう分かんないんだよ、元にそんなに興味がなかったから。どこがおぞましいのかがあまりわからない。よろしく。よろしく。何その誰は、なんか今誰かがよろしくって言ったんだけど。太陽の元へ出てはならない存在だ。やばいやばいやばい。出た。太陽の元へ出てはならない、それの言葉に怒ってんじゃないのこいつ。なんで俺はそんな日陰者なんだよっつって。別にいいだろ、これはな、共存してやれよ。なんで人間様がそんな偉そうにしやがってよ。やばいやばいやばい。人間であるがいい。なんだなんだなんだ、もう分からない。人間も怖いんだ。やばい、吸引力が斜め上に向いてる。仕方ない。やばい、お腹痛い、お腹痛い。もう現実でダメージ食らっとるやん。ダメよお前、今までに。お前こんな大事な勝負の時のお前トイレうんこなんかしてたらお前もう終わりよ。なんだこいつ、どうやってた。やばいやばいやばい、くる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 。狙われてるぞ。もう双剣での戦い方が全く分からない。誰だよポンちゃん。ポンちゃんもあれか。あ、ポンちゃん速攻抜けちゃったよ、ごめん。戦っとるんや我。よし、バリスタ補給。俺もバリスタ打つぜ。もうやだ、なんかちまちま戦うの高てえしこいつ。あれバリスタどこやの。あ、出た、キュリアを捕食する。行くぞ。もう世界観がよくわかんないよ。おい、俺のバリスタ余ってねえんだけど。あったあった、フィオレーネに取られたわ。みんな撃つの早えな。なんなんだよもうこのみんなでバリスタ打ちまくって。嫌なんだけど、なんかもうフィオレーネのセリフが。おっ、なんかこれ逃げた方がいいやつ。やばい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 、逃げろ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 、危ねえ、怖え。なんだとじゃねえよ。もう同じ鉄は踏まねえよ。ああもう逃げたよ、そこ怖えよあんなの。戻り玉いらねえじゃんあの範囲だったら。割とお前知識、俺らは失敗に学んでんだよ言うて。ああ同じ、なめんなよ、なめんなマジで。ぶっ殺したるからな。お、出た悟空。あ、やべ、ダイソンが来る。なに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 、何が来る、何が来るの。どっしんどっしんどっしん、暴れてる。どっしん、青嵐のやつやん。またこれかよ、もう散々見たよこれ。尻尾切れたよ。え、マジ、ちょっと、うん、もうなんかさ、今回のモンスターあの攻撃多くね、あの切り裂く連続。
やばい、火に油を注いでしまった。燃え上がれ。こいつ尻尾切られてめっちゃ怒ってる。おい、尻尾買って、お前尻尾誰かあれだろ、やってるだろ。誰がだよ。もう未だに思うけど誰なんだよ。間違えた、剥ぎ取ってしまった尻尾。お前ちゃん。すげえ、2回剥ぎ取れた。しかもどっちも尻尾。こいつくたびれてる、もしかして。バリスタ、またバリスタタイムだ。落下地点、なんか落ちてくる。バリスタどこなんだよ、まず。おお、なんだなんだ。あ、これだ、黒い跡。何もう、あ、バリスタ。おい、俺のバリスタどれだよ。おい、俺の、なんで俺いつもその真逆の。いいな、譲ってくれよバリスタを。全然俺にば、うん、俺だけいつも前か端っこのさ、バリスタでさ、また飛んでくんだ、なんか。シューティングゲーム。なんか似たような感じだな。要素がなんか被ってんだよな。切り裂くから始まって、こういうなんか岩を壊すっていう。前もあったよな。いい感じ。文句ばっか言うな、お前。楽しませてもらってんだから。これいつまで撃ってりゃいいんだよ。逃げろ。あー、ちょっと待って、動きが違ったんだけど。ちょ待って、今のはおかしい。思ってた動きじゃなかった。今のなんだ、ダッセ。めちゃめちゃダサかったわ今、死に様が。すーごいダサかった。あーみたいな。うるさい。お前なんで死んでんだよ。やめてよ、もうやだよ。なんでこんな。やばい、これもしかして最強の、もうなんか、呪因みたいになってるじゃん、サスケの。ね。あの、疾風伝の前の、最後の戦いの時の、羽出ちゃったみたいな。待って、うるさい。余裕がない。あ、やばいやばい。ちょ、もうなんかわけがわからない。もうでかすぎて、でかすぎる。まずもうこれでかいモンスターはさ、ふーん、何が来る、何が来る。やばい、ダイソン、ダイソン始まる。あ、またバリスタ。もう補給が間に合わないらしい。じゃあ何、逃げろってこと。行くぞ。ならば鳥、あ、何すればいいの。え、なになに。お、どうしたお前、急に。お、そんな飛べた。つえ、めちゃめちゃつえ。4800ダメージ。僕、お前それずっとやっとけよ。サボってたな。めっちゃつえ。ちょっとレベル違ったんだけど。おい、フィオレネ様と呼ぶわ今度から。ちょっと敬うわ。すーごい強かったあいつ。ごめん、中二病とか言って申し訳ない。なんだあれ、あいつがヒーローやん。このヒーロー偽物だぞ。本気にさせたな。急に。お、もうボロボロや。ああ、これちょっと敬うわ。ごめん、なんか中二病とか言って。すげえ強かったわ。あんななんかちっこい剣で人だけ4000ダメージや。あ、もう弱ってんじゃん。やべ、死ぬ。死んだ。首だぜ。ちょ、もう無理だってさ。もう双剣さ、オートだからさ。違うんだよ、話を聞いてくれよ。やばいよ。これはやばい。もう先般だな。違う、もう双剣オートでさ、どんどん行っちゃうからさ。何にもできないんだよ、許してよ。やばいでしょう。俺だって頑張ってたんだよ今。いや、やばか、やばいよ。違うんだよ、話を聞いてくれよ。違うことないよ、やばいでしょう。ご確認くださいませ。次はもう本気でいくから。まあ、だったらね、最初から本気でやってくれっていう感じだったんですけどね。お前、うんこしてこいよ、早く。もうね、俺もしっこしてくるから。しないですけどね。もうね、しないですけどね、しっこも。話を聞いてくれよ。
うんこさん。よ。何が違うのか言ってみ。あのもうモンスターが長すぎて双剣のこのオートの時間がめっちゃ長いわけですよ。もうだからもう俺には制御はできない。何も違くないよね。お前あれじゃん。お前の本気の時の姿になっとるやん。本気のお前。本気凛。なんで本気凛って。本気凛みたいに言うねん。本気凛だろ。今お前めちゃめちゃカメラ目線だったけど大丈夫？いいだろう。いいだろう。悪くないだろう。悪くないだろう。悪くないだろう。いいだろう。ちゃんと杉さん支給品からちゃんと装備取ってください。雑魚だな。戻りだももちゃんと持ってくぜ。危ない時は戻るぜ。もう今何拾ったんだよ。早いなこのクエスト。人気だな。人気クエストだな。悪魔はおとぎ話の中で。もういいよ聞いたよ。あでもそのまま眠れ。フィオレネさん強いからな。もう従いますわ。闇の中で眠っていただきましょう。怖いよ怒らせると4000ダメージ食らわしてくるから。うん眠らせましょう。うんもう戦いましょう。あんなん食らったらもう身が持たないで。あいつ殺した方がいいよ。危ねえから。本当だよ。あいつこそ太陽の元に出さしちゃいけない存在だよ。強すぎるよ。僕傾くぞ。ただの剣で。やばいやばいやばい。何が来る何が来る。うるせえな。なんでお前そんな本気モードになってうるせえんだよみんな。もう分からんこいつの戦い方が双剣での。相手が悪かったな。私の全てをぶつける。あ、うまいやつがいる。やべやべやべ。ちょっと待って、まひたまひたまひた。ちょっと待って待って、やべやべやべ。誰か生命の。大丈夫だった。お前が持ってんだろう。俺が持つべきではなかった。俺が持つべきものではない。おっ粉塵爆発か。あれが岩投げてきた。あれこんな攻撃したかな。犬が暴れてて。おっダイソン。やばい離れろ離れろって。プロはこの間に焦がないとな。リア違うリア何やってんだリア。あやばい死ぬぞ。やばい死ぬ死ぬ。やばいやばいやばい。あそういうことだね。違うんだ。もうやだ俺もうこいつやりたくない。違う今あのさ吸引機にさ攻撃したらどうなるのかなと。増してんな。キュリアに頼って身を潜めていた臆病者など恐れるに足りん。ひでえようだな。いいぞ。なるほどね。あの吸引するときにもうダメだこいつは苦手だ。俺は戦いたくない。吸引するときに何んなんか いっぱい攻撃してあのこけらかけら落としておくとそれ吸ってなんかダメージ与えられるんだって。へー大変だよね。なんかさやばい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 。お、来た。あ、またこれ爆発ですよ。あ、もうダメだ。激流層3番ってなんだよそもそも。待って、あれやばいやばいちょっと待って。てかさもしかして俺だけさっきからすげえだ。でもさすがに防具が弱すぎるのかそもそも。一撃なんだよな大体。ああそうだよ。なめ腐ってた。なんか今回長えな。ヒーローがいないからかな。いや俺があまり攻撃していない。戦い方がよくそうだな。うんうるせえな。顔狙いて。なんかかっこいいの。何それ。あ？
耐えられるかな。よし、よし、顔取った。螺旋切りを顔に当てた方がいいんじゃねえかと思ったけど、どっちがいいのかわからない。仕掛けてくるぞ。あ、絶対顔に当てた方がいいよ、ね、でも顔を当てるのめっちゃむずいんだよ。さっき螺旋切りを吸引の口にやったらそのまま死んだんだよ。こいつを食らいな。ピン来るよ。あ、やべえ、待て、同じ、ねえ、やばい、しるしる、ちょっと待って、やめて、やめて、やめてって、マジで、本当に、本当に、マジで、本当にやめて。なんか死んでくれた。もうよくわからない。耐えられるかな。ここで仕留める。地上からの援護に感謝を。皆が私たちの帰りを待っているぞ。あの吸引になってさ、座れたらどうすればいいの。もうダメだよ、座れる前に離れん。いや、だってさ、着地したとこが吸引の窓口で、螺旋切りで頑張ってっから。吸引の窓口ってなんで。違う、なんかヒントくれてんじゃん、あれが、フィオレーネが。なんて、離れろ、まずいみたいな。俺だけだったらスキップしてなかった、申し訳ねえ。怒り浸透といったところか。何もらってんのみんな。なんで俺だけもらってねえんだよ。ここに虫いんじゃん。もうやだよー、もう。覚悟しな。さっき見ただろお前。なんで毎回初見のそんな反応できんだよこいつ。みんないなくなっちゃった。なんだこのバーリのさ。やばいやばいやばい。よろしくって。アリスタ。深淵の悪魔、貴様。お、尻尾切った。元へ出てはならない存在だ。綺麗な。本気にさせたな。なんで外れんだ今の。おお。今のは痛かったな。お、いいじゃん。いいシャンテ。あ、リスクしたのか。打線切りいっぱいで。いいね。まだ一手もしてないでしょ、みんな。したよ。誰が。あ、お前したの。うるせえよ。しょうがない、あれは。現実を見ないと。で、ここで、あの黒い影あんじゃん、丸い。あ、いいや。そこに落ちてく、バリスタが。バリスタピノってんのに。剥ぎ取ろうとしたわ。一死した俺が。それはまずい。いや、剥ぎ取ってないから。え、これ何、これどうすればいいの、どのタイミングで逃げるのみんな。上に一番光るじゃん、パーンって。そのどこに逃げればいいの。大丈夫、後ろだよ。後ろさっき逃げたよ。そしたらなんかすげえストレートの俺になんか線が向かってきて、それで一撃で死んだ。遅い、遅いんだよ、遅いんだよ。じゃあ逃げるのが、みんなの車線見てみ、消えてくから。やばい、今逃げろ逃げろ逃げろ、まずい。犬犬犬、ほら一人撃ってるやつ。いら、何これ、どうすればいいの。なんだと、なんだと。それもうようわからない。モンハン中のはよ、こういうことだったのか。悪く思うなよ。これでどうだ。本気にさせたな。すべてを何かしてくれと。やばい、吸引力やばいやばい。ちょ待って、強すぎる、マジで一撃が。もう俺には一撃が強すぎる、こいつの。俺だけ死にゲーなんだよな。回復シャボンが。これ誰が作ってんの、回復シャボンって。あ、お前じゃん。回復効果を発生させますにゃん。なんだなんだ。おお、やばい、死んだ。死ぬな。危ない。危なかったな、今のは。え、なんか座れる。こういう使い方もするのね。顔どこだよ。うわ、やばい、ミスった。ドシン、どこにいるんだよお前。むずいなマジで。顔当たんねえよあれ。今当たったのに顔がすぐずれるわ。こいつを食らいな。行くぞ。
やばい。あれ下げてるよ。俺だけ、俺だけ恥ずかしかったわ今。みんな見てたっしょ絶対。俺が一人で戦ってんの。めっちゃ追いに行くなと思って。めちゃめちゃ恥ずかしいわ。もう無我夢中で戦ってた。くっそ恥ずかしいやん。お、やばい、上に行ってる。もう覚えた、さすがに。もう知らない、いくらなんでも。もう覚えたよ俺これ。羽が出たら逃げると。やばい、逃げろ。まずい。あ、やめて、やめて、俺の方来てるって。これだよ、これ。逃げ方がな、なんだ、なんだろう。なになになに、なんだろうね。うるせえよ。逃げ方、なんで俺だけあんな危なくなんだよ。おお、もう一撃必殺やってくれよ。まずい。え、なに、さらなる変化。これが悪魔たるゆえん。耐えられるかな。ウヌでは勝てるわ。なんだこの火の玉。なんだこれは、なんだ、何をしてるんだこいつは。何この火の玉。ちょっと待って、来てんだけど。やばいやばいやばい。もうわけわかめ。わけわかめ。やばい、死ぬ。やめてよ。もう無理マジで、本当に一撃なんだけど俺だけ。あ、終わった。おい、なんだかんだお前もすぐ死ぬやん。いや、お前ほどじゃない今回。あ、やばい、ちょっと待って、何その攻撃。おい、なんだなんだなんだ、ちょっと待って、意味が分かんない。もう意味わかんないマジで。何今の。かっこ悪いな。ちょちょ待って、今の意味がわかんなかったマジで。いや、スライドしてきたんだけど。何あの攻撃。ねえ、もうおかしいってマジで。装備を強くしろよ、装備を。俺に言えたことじゃないけど。ちょ待って、マジで無理。いやでも次はいける、もう分かった。今じゃ、今最後初見攻撃だから。あれ初見殺しだった、完全に。なんかすげえ、ほんとブルドーザーみたいな攻撃してきた、いきなり。あんな速い動きあんのね、あいつ。知らないんだよそんな動き。いやでも俺はこの防具でいける、次こそいける。俺は理解した、全てを理解した。いやマジでお前ほんと見てほしい、あの悲惨な状況を。もう何にもできないもん、あんなことされたら。逃げ道もないしさ、何もできない、あんなの。いじめとしか思えない。いじめられた僕。いじめ、そういうやつもいるよね。何、どういうやつ。そういうやつもいるよね。いじめられたーってやつでしょ。じゃあ次はいけるガチで。ふーんって言われたんだけど、バカにしてんだろあいつ。舐めやがってよ、どいつもこいつも人のことを。あー、金どんぐり。どんぐりしゃねえや。ね、そんな言わなくてもいいじゃんお前。何、人のさ失敗をさ責めて楽しい。やめたらやめて。でもどうでしょうね。ワイルドに行けよ。こいつ猫背だな、ほんと。猫だけに。めちゃめちゃ猫背だよ。早くしろよお前、行くぞ。ワクワクするぞ。マイク持てよ。おい。よもや、よもやだ。よもや、よもやですね。走っとるやん、お前。いいから早く。集中しろよ。何そ、走りもはしゃいでん。集中しなかった。集中しなかったわ。はしゃいでんじゃねえよ、お前。はしゃぐな。お前ごときが。うん。もう少し。うんじゃねえ。うんじゃねえ。うるさっ、黙れよ。汚いな、ものすごく。ものすごく汚い。お下品よ、お下品。ものすごく、ものすごく汚いというお話。
あれ飯食った俺これ。塩食ったかというお話。もう今回は俺は生命の粉塵の、あもう飽きたなこいつのセリフ。あなんか俺ショートカットキーが使えそうな気がしてきた。悪魔はおとぎ話の中だけでいい。この土壇場で。そのまま眠れ。眠れ。すごいな、なんか装備が。え、ちょっと待って、ちょっといきなりやばい、いきなりやばい、いきなり、ちょっと待って、ちょっと待って、まひったんだけど。今行く。やってんね。急いで治療するんだ。もうさ。お前。ちょっと待って。違う。やばい。初手でまひったんだよ、今。もうなんか、フィオレーネが哀れんでるよ、俺のこと見て。やってるわ。うん。俺も哀れんでるよ。あ、離脱したんだけど。離脱するだろ、このタイミングで死んでるよ。違うよ、今マジで。今のは本当に違う。だって初手でまひったんだよ、俺。あいつしかも支給品持って離脱しやがったよ。一回やめるか。そうだろう。いや、だってさ、前やめねえっつうの。俺は諦めねえっつうの。あんなのさ、ちげえや、それ電車のやつだろ。トイレにスマホ落としたやつだろ。お、イクラ夜遊び入ってきた。イクラちゃん、もうやだ、ほんとマジで。タラコだか死んねえけどさ、倒してくれよ、誰か。もうやりたくない。あと100回ぐらい死ぬよ。100回死んだわね。帰れろ。逃げました、尻尾の方に。この岩なんなの。何お前、岩の後ろにいないと思う。あ、そういうこと、そういうこと。やばいやばい。ねえ、もうやだ、死んだわこれで。限界のようだ。標的にされてるぞ。そういうこと？今まで何をやってた？知らねえよ、そんなの。初めて知ったよ。あ、もうなんだよ、その攻撃。なんか岩飛ばしてきたんだけど。もうやだ。もう嫌になった。わかった。観察するわ、ちょっと。観察するわ。岩になった。何、電撃砲ってどこにあるの？お前めっちゃ、せっせとやってきてるやん。さすが。ちょっと観察するわ。おお、絶対こいつ俺狙ってるだろ、こいつ一番弱えみたいな。そういうことしてくるタイプでしょ、この人。そういうもんだろう、世の中。弱い者いじめ。やばい、ライズさんが動けなくなってる。大丈夫か。俺に助けることはできねえが、心配はできる。ダメ。心配はできる。心配はできる。ユリアに頼って身を潜めていた臆病者など恐れるに足りん。じゃあ早く殺してくれよ。もう俺は恐れてんだよ。お前とは価値基準が違うようだ。あれ持ってやってくれよ。本当にこいつどんだけサボってんだよ。何だったんだよあれ。一回しか見てねえよ。あれを持ってやってくれよ。あれやっときゃ勝てんだから。やばい、来る。ちょ待って待って、ちょ、何やってんだ。犬、犬、よしよし。まずは逃げること、まずは逃げろ。岩どこ、岩どこ、岩どこ、岩ないよ。やばいやばいやばい。あ、違う攻撃か。あぶね。あ、これで岩にね。なんだと。元通りだ。あー、なるほどね。仕留めてやるぜ。やっと知れたわ、戦い方。何だったんだよ今までの俺の一人で掃除機に怯えてる生活。これで掃除機に怯える生活からおさらばですわ。早めに直した方がいいぞ。早めに直した方がいいぞって囁いてた俺の左耳から。
え、フィオレーヌ優しかった。早めに直した方がいいぞ。うるせえな。うーまあ、汚ねんで、せっかくフィオレーヌのいい声で癒されてたのに、お前が横でさあ。ちょ、まなんだよ、もう怖いな。バイ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 。動け動け。あ、俺の虫誰かに取られた。興奮しているようだな。お、すげえな。今フィオレーヌが左にいたから左耳しか声しなかったわ。サウンドがすげえ。本気にさせたね。きついのが行くぜ。引っ掛けてくるぞ。引っ掛けてくるぞ。まずい。岩が来るやつ、これ岩のやつでしょ。標的にされてるぞ。あ、やばい、岩がない。あるんだな、俺は。なんだと。いくら。いくら大丈夫か。あ、いくら大丈夫だな、これ。いくらやばそうだったけど大丈夫。大丈夫だ、いくらは。強いな、お前は。いくらはそういうやつだから。いくら。誰取ったやつ今。おい、聞こえたぞ、取ったって。誰だ今、何かを取ったやつ。俺は聞こえたぞ。戦いをサボって取ってるやつがいた今。取った。それどこ厳しいんだよな。ちなみにもう俺は取ってる。俺も取ってる。手早いな俺ら。抜け目ないね。もう死ぬことに慣れすぎている。あいぶ、ちょ、なんだね、ちょ、そんな攻撃知らない。尻尾バタン。あ、やっと下行ったよ。長っ。もう繰り返しですわ、これの。落ちては、おい、誰で干渉してるやつ。誰だよ。おい、やったぞ。もう何回見んだよこれ。やったぞ。で、この後あれだよ、いいよろしくって言われるんだよ、下行ったら。誰だよ。おい、早くしてくれよ。おーい、知らないんじゃないか、スキップの機能。まだだ、あいつは生きている。あいつは生きてる。進撃に向かってくれ。進撃に向かってくれよ。行くぞ。いや、行かねえよ、焦がせろよ。あ、俺次あれだな、防御薬飲んどこう。防御薬じゃねえ、なんだっけこれ、効果薬。よろしく。よろしく。よろしく。お、破壊光線。やばい、破壊光線。太陽の元へ出てはならない存在だ。とっておきだ。こいつを食らいな。え？うわ。ちょっと待って。もうダメだ。分かった。双剣であの攻撃しちゃいけない。ダメだわ。もう。まだまだ。何も制御できない。もう同じミスをしてしまった。もうやらない、あれ。あの、リヴァイ。リヴァイやると死ぬわ。てか、リヴァイを顔面向きに行くと死ぬわ。もう俺は、理解したよ。やばい、やばい、どうやって避けるこれ。うお。ちょ、待って。終わったわ。終わったわ。ちょ、待って、生命の大本陣。怒り浸透といったところか。あ、大丈夫だったわ。生命の大本陣。これで大丈夫だ。あ、だ、みんな、マックスだった。もうやだよ、俺ずっと逃げてるわ。頑張って。足手まといですわ、完全なる。ちょっとでも気を抜くとリヴァイで殺されんだよ。なんだこれ。え、お前さ、2回攻撃したら死ぬ。2回攻撃って2回攻撃食らったら死ぬ感じ、ダメージ量。何に当たるかによるな。あ、まあね。やばい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 。あ、死んだ。頼むぜ。あんたの意地を見せてやれ。ぶっきりだな。これも生命の大粉塵を常備させておこう。まずはこいつの攻撃パターンを分析するわ、フィオレーネと一緒に。これが何？破壊光線？ああ、近距離大爆破ね。お、宙の舞。なんだこれ。これ、来た来た来た。モンスターが狙ってるぞ。なにこれ、これなんなの。赤いとこに落ちてくるから。なんだ今の。もうなんか
俺らの知ってる世界観ではないな。俺の想像を優に超えてくる。バリスタ、バリスタだ、ようやく来たよ。これでもあれじゃん、一撃のやつやん。もうバリスタ撃たなくていいかな。あ、いいんじゃないそれで。お前ひどいな、マジでバカにしやがってよ。バカにしたらっていいかなっつうか、いいんじゃないそれでも。完全にバカにしたらっていいかなって思う。じゃあなんていうのが良かったんだよ。なんて言ったこと、なんだこのやりとり。俺は逃げるタイミング、いいからさ、逃げるタイミング出たら教えて。なんだと、やばい、逃げる、あ、まだか。おい、ビビらせんなよ、フィオレーネ。何か来るとか言っちゃってさ、逃げろ、もう端的にさ、長いんだよ。戻り玉使えばじゃん、戻り玉使えばいいじゃん。やばい、来た、逃げろ、やばい、いや、ライズ、うわ、え、大丈夫ライジン。わぁ、もうやだやだ、嫌だ嫌だよ、あたしゃやだよ。戻り玉準備しとけばいいのか、なるほどね。そうだよ、何のための、俺たちは何か学んだんだ、パルパルから。確かに思い出した、あ、俺が尻尾切ったぜ。そうだな、みんなで切ったな、俺だ。やばい、これは青嵐の強化版、ドシンドシン、もう切り裂いてすらいなかったわ。もう力、パワー系だな、こいつ、完全に。やばいやばいやばい、ミスされた、やばいやばい、おい、待って待って、やばいやばい、そっちじゃない、ちょっと待って、やばい、戻りだ戻りだ。よし、これだ、思い出した、逃げたわ。もう何かちょっとでもやばい、リスクをね、感じたら逃げる、これですよ、リスクを感じたら逃げる、これだわ。思い出してきたぞ、俺の最強の。やばい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 、あ、やばい、イクラが死ぬ、やばい、イクラが死にそう。生命の大粉塵を使ってやってくれ。イクラ死ねえや。やめろ、殺すな。まあ、俺も死にそうなんだけど。ナイス、ハイヤー。非常に危なかったですな、今のは。イクラされ。やばい、戻り玉が準備できてないのに攻撃を始めてしまった。これは死亡フラグ。まずはしっかり、やばいやばい、ちょっと。やばいやばい、ちょっと待って、マジやばい、ほんとやめて、ほんとやめて、ほんと戻り山ないんだって、あれ、あぶねえ。あはははは、スリル味わえてんじゃん。戻り玉を準備ちゃんとしないとダメだな、学んだわ今。ちゃんと戻り玉をセットしてから行くと、いつでも四角のボタンを押したら戻れるという環境を整えてから戦いに行くと。これ何のゲームやってんだ俺。モンハンだよ。それがモンハンやで。お前、尻尾剥ぎ取らしてくれよ。怖いよ。なんでみんなそんな死なないの？あの、防具変えるよな、普通。MR 防具に。圧倒的に防御力が違うからな。逆にじゃあ俺すごいことやってるってこと？一人だけ。うん？気をつけろ！ちょ、マジ違う、それであれなんだよな、あぶねえ。俺は何も言わないよ、うん、仕方がないね、言えねえよな、仕方がない、言えねえよな、そりゃ。おっ、いや、言えねえだろう。すげえの出たけど、奈落の流進玉、何もしてないけど、なんだよ、ピカピカのが出てきたよ。決めたわ、俺こいつの防具作るわ。でも、もうだいぶね、理解してきた。特別なクエスト、次はマジでいける、これ絶対次いける。俺はもうひしひしと感じている。ビキビキ。いやでも今のはマジで始まりがおかしかった。だってさ、一番最初の攻撃でさ、一発で麻痺ってさ、死んだんだよ。信じられる、そんな話が。防御力の問題だもん。いきなり麻痺ったんだよ。そんなことあります？防御力の問題だよ。お前も言えてねえじゃないか。うっせえ、うざいんだけど、お前のそのなんか始まる時のうーんって音。おい、早く戦えよ、お前、行くぞ、またしとるんや。悪魔はおとぎ話の中だけでいい、お闇の中でそのまま眠れ。よし、行くか、早くしろよ。全然飯食うわ。
おい虫取りは大丈夫だよ、マックスになるから。いやそこじゃないんだよ。お前もしかして万が一団子食ってくれる？ああ食ってくれ、早く食ってくれ。おもうこいつのね攻撃パターンを把握したよ俺は。やばい動けません。いや、いきますか。みんな動けないの？大丈夫。やばい岩が、岩どこだ、岩、岩どこ、岩ないよ。あ、この後か。これで岩が出て岩のところにいると。なんだと。あ、やばい、リョウが、リョウ、あいつ知らないぞこれを。おいどっちも知らねえや。ああおい潜りか、あいつら。あれでもそんな食らってねえな。なんでだよ、なんでだよ、なんだ、すげえ防具使ってんのか。行くぞ。よし、ケッケ頼んだ。キュリアに頼って身を潜めていた臆病者など、恐れる足りん。簡単やんこのゲーム。何だったんだ今までの。今回いいねマジで。どう、いだこれ、誰か、うん、誰も死んでない、誰も死んでない。これいける、これガチいける。やばい、一瞬の気の緩みが俺を死へいざなう。属性やられしてる。なんだと。え、なんでなんで、ちょっと待って話が違うやん。よかったよかったー、死んだと思った今。絶対死んだと思った今。死んだと思ったねー。落とし物落としてた、もらった。なんで古の流飛砲なんだ、いらねえよそんなクソ。やばい、初じゃないこれ、ゼロ死で臨むの。なんだと。何お前テンション下がってんだよ。お前さんざん死にゲーがどうとか言っといて、死んだらテンション下がるよお前。深淵の悪魔、貴様は太陽の元へ出てはならない。なに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 、よろしく、よろしく、落ち着いていこう、無理しない。違うってマジで危ねえ、怖い怖い。なんかめっちゃ俺狙われてんだけど。よし尻尾切った、いい調子だ、素晴らしいな。俺のバリスタないんだけど。頂戴します。おい俺一番前のバリスタやん、怖いよこれ。あれだよね、なんかビビった方が負けみたいなとこあるよね、逃げるのが。お前マイク持てよマジで、何も聞こえねえよ。マイク近づけて、せめて何にも聞こえない。どう聞こえる？あ、聞こえる聞こえる、いいね。やばい逃げろ、まずい。よし、これ顔の方に行っちゃダメだな、アリバイで。それだけ気をつけよう。まだ脳死だからといって俺は焦らない。やばい、何この攻撃、うわーなんだこれ。まあじゃねえよ。うん、結構ブルブルしてたけど今。今やばい攻撃って破壊光線ぐらいでしょ、うん、破壊光線ぐらいだよ。まだ何もやばくない。俺のバリスタどれ、行くぞ行くぞ。よし、フィオレーネのバリスタ奪った。フィオレーネとのバリスタの奪い合いに勝ったわ。全然当たってねえ。なんでこれバリスタ一発で12ダメージしか入んねえんだよ。そうそう来る、そうそうだよ。羽、羽が来たら逃げろ。来る来る来る、全然来ねえやん。なんだこいつ。あ、来た、やばい逃げてくれ、バツバツ、やばい、あいつアホや。
あ、すごいギリギリでかわすな、あの人。逃げたよ、俺。うまくなったな、これ。なんだと。この野郎、何回も殺しやがって俺のこと。よっしゃ、行くぜ。やべ、もう時がね。まずい。やばい、悪魔になった。あるよね、問題は。閃光玉とか効くのこいつ。覚悟しな。あ、効くんじゃない。もう誰も使ってないけど。でもさ、昔こういうさ、冷静にモンスターいたよな。なんだっけ、なんか俺すげえ倒してた記憶あるわ。名前が出てこねえ。ああ、僕が。すまない、少し。どうした大丈夫か、フィオレーネ。少し休むらしいぞ、こいつ。どうしたんだ、何があった。やれちゃったんだね。もうちょっと頑張ってくれよ、お前。あ、フィオレーネがなんか倒れてるから起こしてあげるわ。すまないな。大丈夫か、お前。やばい、やばい、やばい。たけき炎、貴殿の闘志は私の魂も熱く燃やしてくれる。こいつ急に。困った時はお互い様ってな。恩に来ます。急に格好つけたぞ、死にかけてたくせに。行くぜ。やばい、殺される。こいつ回転範囲が広すぎる。おい、俺を撃つんじゃねえよ。撃たれたわ、銃の方に。気をつけてくださいじゃねえよ。当てんだよ。おお、これこれ、さっきこれで死んだ。これがやばいんだ。これはやばいね。なんか言ってるぞ。なんて言ってるんだ彼は。かえなんだ今のは。あれがやばいんや。バリスタの補給が間に合わないだって。じゃあ素手や、肉弾戦や。かまっちゃいられねえ。肉弾戦や。どこに行くんだ。もしやこれは久しぶりに。おお、来た。かっかー、安定の。かっこいい。フィオレンネ様、かっこよすぎますわ。フィオレンネ様、なんて勇ましいんだ。まあ、祈ってくれ、早く。疲れ切ってんじゃねえや。お前は。腹すいちゃったんだよね。やばい、次しかない。邪魔だ足が。邪魔だ足が。俺を逃げさせてくれ。強敵にされてるぞ。誰今失敬っつったの。すげえ落ち着いてるやついたんだけど。仕留めてやるぜ。何をするんだこいつは。ラスボス、ラスボス。いや分からん、これやったら終わり。いや分かんない。すげえよ、銀利用とかあるよ。 あれで、あと透明なナルが来るかもあるよ。おー、瞬身の術なるなぁ。あ、弱った。今や殺すしかない。もろたで工藤。やばい、ここに来て死にゲーが極まってるぞ。気をつけろ、油断するんじゃない。逃げろ逃げろ、ちょっと足が邪魔だ。回復に集中する。どうしたんだよ、もらったんじゃねえのか今。やばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、やばい、ちょっと待って、やめてやめて、ここで死にたくない。今回だけは脳死でお願いします。やばいって。もう戻り玉使おうかな、怖いから。あー、使った方がいいよ、どんどん使えるもんはさ。狙われてるぞ。行くぞ。本気でさせたな。俺は使わねえ。攻撃をやめない。やばいやばいやばい、逃しませんよ。大丈夫だ、感謝します。俺はやめねえ。攻撃は最大の防御だ。こいつを食らいな。
逃げろ。もうあとちょっとで死ぬだろこいつ。さすがに。きついのが行くぜ。やばいやばいやばい。ちょっとやめてやめて。お、やばい、モンハンの音楽になった。クライマックス。クライマックスや。こいつもなんかすごいテンション上がってるぞ。何が？なんか言ってるぞ。なんて言ってるんだ。気をつけてください。あべ、やばいって。悪く思うなよ。覚悟はいいですか？耐えられるかな？よっしゃー！俺が殺した今。見てた？雲を先。うん、お前が殺してたな最後。うん、そうだ、俺が最後あれを顔面に当てたんだよ。真の螺旋斬り。お前が殺したってことじゃん。俺は殺した。仕返ししたったわ。もらっていくぜ。素材は無駄にしませんよ。よし、もう終わりか。いやって思うやん。お前前回考えてみ。いぶしまきひことさ、こいつ何回剥ぎ取れんの。やべえ、尻尾まで間に合わねえ。尻尾どこ。え、マジでこいつ何回剥ぎ取れんの。めっちゃ剥ぎ取れるやん。もらっていくぜ。頂戴します。尻尾どこ。尻尾やばい、尻尾がない。取らせていただきます。尻尾どこ。え、尻尾ないんだけど。あった。あ、違う、これ元の。あー、やべ、尻尾剥ぎ取れない。どこにあんの尻尾。え、尻尾ないんだけど。あった。最悪なんですけど、尻尾剥ぎ取れなかった。クソやん。クソと言わざるを得ない。お、なんか始まったよ。キュリアがなんか人王が見てたの。めっちゃびっくりしてた。ふわーって。ああ、ああ、これは何。いや、また移動してるやん、宿主を。キュリアとの戦いは終わらない的な。何？何が起こってんのこいつらに。帰るべき場所。見失った？あ、しんど。失った果てか。もういないんだ、帰るべき場所が。あ、でもなんか一匹。消えては結び、帰るべきはいずこ。なんか一匹だけすごいのいるけど。王国に伝わる歌だ。まるでこのことを予見していたかのような。これどう、まだ続きありそう。あるでしょうね。また流進玉来たんだけど、すげえな。プラチナ卵1個10万円だって。やば、これで防具が作れるってもんや。嘘。お、青い海が。あー、ほんとだ。俺が乗ってるわ、上位防具のままの俺が。静かだ。静かだ。久しぶりだな。静かな海になったらしいよ。うん、あれ、終わらない。終わらない。何かがある。奴が来た。ガノトドス。そしてあれだろ、パーティーだろ。何パーティーって。宴。ああ、エルガドの明かり。あ、でもエルガドの明かり消えてるってよ。やばいやん。うおぉ、だって。やばいんじゃない、街が崩壊。あ、光った。ふんって。何この、なんか。帰るべきは。サプライズしてたわ。こっそり。消えては結び。またこれかよ。消えては結び。帰るべきは。帰るべきは。街がちっちゃいんだよな。
前マイク持てよ。かすれてるよ、お前。もう消えては結びだよ、お前。お前のマイクの声。